ナナおかずナナチャニジシジシパラパライギナウソブルナナナギンナオナオイボキプラミヤノタコンメコシテプラボセボカタクマミヤノタコメコシチチチセで元気がないのかもしれません。皆さんこんにちは。ありがとうございます、マダラオジャズフェスティバル本当にいいお天気に恵まれまして、本当良かったなと思います、ミスティ級とボーカルはもう丸いでございます、今年もこうして参加することができて本当に嬉しく思っております。東京は実はもうすごい大雨で、先ほどもあのボーカルのねじめさんが私雨女なんですって言ってたんですけれども、私もすごい雨女でどうなることかと思いましたが、本当にこちらに来て晴れてよかったなと思います。1曲目実は先ほどのバンドさんの、最後のナンバーと同じ曲になってしまいました。ワンノートサンバという曲を、私たちもちょっとゆっくりめに、お聴きいただきました。では続いてお聴きいただきましょう。サンバで奏法
どこでのだもべだ曲をお聴きいただきました、実はリオオリンピック今もすごい盛り上がっておりますけれども、先ほどマダラオに来る途中で男子 100m×4 の 400m のリレーを見まして、銀メダルを獲得した瞬間を、見ましてですね、大興奮しまして、マダラオに入りをしたんですけれども、同じ銀でもですね、涙の銀もありましたね。吉田選手とっても悔しそうな涙を流していました、すごく印象的にだったんですけれども、次の曲はその涙という、歌詞が入ったナンバーを1曲お聴きいただこうかなと思います、飾りじゃないのよ涙はお聴きください。Yeah.
飾りじゃないのよ涙は、という曲をお聴きいただきました。では、また、ミスティー Q らしい、ナンバーに戻りたいなと思います。ミスティー Q は、ジャズのスタンダードナンバーやオリジナルの曲もやったりするんですけれども、ボサノバやサンバ、あとラテンのナンバーを、ね、たくさん、演奏しているバンドでございます。ビリンバウという曲、実はこれは去年も、こちらで演奏させていただきました。ビリンバウ盛り上がっていきたいと思います。
ございます。ビリンバウという、曲をお聴きいただきました。それでは本当に早いもので、ミスティキューのナンバーも次の曲で最後のナンバーになります。この後もたくさん素晴らしい、バンドさんが続きますので、お時間が許す限り、食べ物もあと、飲み物も、あとはいい音楽も、そしていい空気もいい景色も揃っておりますので、どうぞ。モンマルイが一番素晴らしかったよ、ありがとうございます。マイクを通して言わさせていただきました。そこは、ね、遠慮しないで、マイクを通して言いたいと思います。ありがとう。絶対売れる、ありがとうございます。いろんなところで言っていただきたいなと思いますけれども、実はですね、じゃあせっかくいいネタ振りをしていただきましたので、昨年の、7月にですね、2枚目の、私の、アルバムを出しております。夢の浮橋というちょっと、演歌のタイトルみたいなのがついてますけれども、ジャズの、アルバムでございます。いつも2500円で売ってるんですけれども、今日はまだらお価格で、販売したいと思います。やっぱり今日も2500円で売りたいと思いますので、ぜひぜひその辺に私も後ほどライブを見たいと思いますので、見つけてお声かけいただけたら嬉しいなと思います。では今日の素晴らしいミュージシャンをご紹介したいと思います。ミスティキューのメンバーです。後ろからドラムはアキラ、そしてベースアダッチ、そしてギターですね、こちら、座っているギターです、ハッセイヤン、そしてエレキギターです、スティーブ・セキ、そしてサックスです、日本吹きしていただいております、ゲルシーことシゲル、そしてバンマスでございます、バンマスは青方ひとし、そしてボーカルはモンマルイでお聴きいただきました。では最後ミスティキューの代表する、オリジナルナンバーで、ステージを締めさせていただきたいと思います。センチメンタルウィンドお聴きください。Don't you know what it means to bring memories?
ました。はい。夏らしいブラジルナンバーを中心に。はい。さあ、ねじめさん、インタビューをしてみましょうかね。すいません、ちょっと不慣れなもので。いえいえ、大丈夫です。ねじめさんはね、さっきブラジル1曲だけそうです ね、歌いましたね、はい、ちょっとブラジル音楽が続きますけど、はい、まあ、皆さんノリノリでいい感じで、もうビールが美味しく飲める音楽だと思いますので、そうですよね、ぜひぜひ、冷えてるはずです。はい、じゃあルイさん、私ルイさんと東京で飲んだことはありますね。あ、そうなんじゃん、もうね。ありがとうございます、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。いや、今日すごい、なんか私たちが去年出演させてもらった時よりたくさんのお客様がいらしてくださって、本当に嬉しい限りですね、バーマス。はい、こっからの光景がすごい絶景で、絶景なんですよ。そうなんですよ、あっち側に多分あれスキー場なんですかね、うん、でなんか見えたりとかして、あーと思って。そうなんですよね。本当にいい景色を見ながら、いい空気吸いながら歌うことができました。はい、あ、今年のテーマみたいなものは何かあるんですか。うん、今年のテーマ、バンドの、バンドの、あ、それじゃあバンマスに。去年実はバードマン高田賞を頂戴しまして、こう拍手があってもいいかもしれませんけど、まあ、何回かな、7回ぐらいですかね、今日何回目だっけ、今回10です。 10、あ、じゃあ8回で、8回目です。まあ、多分何回も出てるんで、お情けで去年頂戴したんで、まあ、今年はですね、ないだろうということで気楽にですね、今年のテーマは気楽な感じで、気楽な感じでリラックスした、リラックス。で、門馬さんにはぜひ浴衣を着ていただきたいという依頼をしましたので、こんな感じでやってます。でも浴衣もすごい涼やかでね、あ、そう、足元が超おしゃれなんです。浴衣にヒールかっこいい。今度私も真似しようかな。ね、浴衣にヒールかっこいいですよね。かっこいい、はい、うん、めっちゃおしゃれです。じゃあまた、じゃあ来年はどんな感じでいきたいなと今からお考えでしょうかね。失礼します。特にノープランです。そうです、これからじっくり考えて。はい、分かります。今日は思った通り行きましたか。どうですかね、思った通り。今日でもね、さっきの最後のバンドがワンノートサンバでちょっと焦りまして、そうなんです、急遽スピードを変えて、私が最後にワンノートサンバスピードを変えてやってみたんですけど、始まってみたら、まあ、あれと同じ曲で行ってみました。でも全然違う雰囲気だったから、うん、言葉もポルトガル語だったし、逆に違うバージョン、はい、同じ曲を違うバージョンで聴けて面白かったかなと思います。どうもありがとうございました。大きな拍手でお願いいたします。